ガリソン・キーラーがプレイリー・ホーム・コンパニオンを放送中。プレイリー・ホーム・コンパニオンはアメリカ合衆国のナショナルパブリック・ラジオで毎週放送されるガリソン・キーラーがホスト役を務めるアメリカ合衆国中西部の話題カントリー・ミュージックを中心にしたバラエティ番組であった。プレイリー・ホーム・コンパニオンはアメリカ合衆国のナショナルパブリック・ラジオで毎週放送される アメリカ合衆国中西部の話題、音楽を中心にしたバラエティ番組であった。ガリソン・キーラーがホスト役を務め、通常、毎週土曜日の中部標準時夕方5時から2時間、ミネソタ州セントポールのフィッツジェラルド劇場で収録されて、全米の公共ラジオへ中継されていた。ガリソン・キーラーははじめカントリーミュージックのラジオ番組、グランドオールオプリについて調査して、 1974年に初めてミネソタ州公共放送で朝に放送した。その後放送は夕方になり、いくつかの劇場を経て、1994年からフィッツジェラルド劇場へ移っている。人気が出るに従って、ニューヨーク市のザタウンホールなど、米国内各地で行われることもあった。2015から16年のシーズンの終わりに、ホストはキーラーからブルーグラスミュージシャン。 フラットマンドリン奏者のクリス・シーリーへ交代することが発表された。番組の中ではキーラーが語る、ボベゴンコからのニュースと称して、中西部の田舎臭いニュースを面白おかしく、場面がある。この番組は、日本でも AFN、東京局の AM ラジオ放送で日曜午後4時から、聞くことができた。2006年のアメリカ映画、今宵、フィッツジェラルド劇場では、 この番組を主題にしている。2016年7月、プレイリーホームコンパニオン番組のホストはキーラーが正式に交番して、同年10月からカントリーミュージックもマンドリンも得意なクリス・シーリが務め、後に番組名もライブフロムヒアと改め、開催劇場も米国中西部セントポールから東部、ニューヨーク市のザタウンホールへ移動したりしたが、2020年6月で、 終了となった。プレイディーホームコンパニオンの端子がアリソン・キーラーの全米ラジオ聖覇の終わりオベゴンコからのニュースポッドキャストハットアップム MPR エリミネーツ28ポジションズエンズライブフロムヒア。ありがとうございます。